はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、まもなく、フェラルフォードが始まりますが、2回目のフェラルフォードですね。はい。で、今回の注目点は、まあ、コメントにもありましたけど、ショットガンタレットでゾンビが殺せるのかどうか、まあ、そこがね、一番のポイントになりますね。果たしてね、ショットガンタレットはヘッドショットしないような気がするんですけど、ヘッドショットしないとゾンビ死なないからね。ヘッドショットしないとゾンビ死なないんで、果たしてね、それでね、倒せるのかどうかですね。あの、ゾンビがね、あの、なんだっけ、SMG なんかはね、頭狙ってくれるんですけど、ショットガン、まあ、狙うっちゃ狙うのかもしんないけどね。あ、始まりましたね。はい。あそこになんかいるな。あれ何？草？人？あそこになんかいるよね、あそこにね。あそこになんかいるよね。さあ、かかってこい。壊して、トレーダーボロボロになるんじゃないか。トレーダーボロボロになるんじゃないか。あそこに誰かいるような気がするんだけど、あれ人じゃないのかな？動かないね。人じゃないのか。弾入ってんだろうな。弾ちょっとリロードしてもちゃんと。しっかりね。うん、ちょっとね、スパイダーだけ飛んでくるかもしれないんで、ここにブロックを置きましたけど、スパイダー飛んできたらね、多分、あの、こっちまで渡ってくると思うんで、あいつだけは。あれ何草あれ。草か。誰も来ない。そして誰も来ませんね。誰も来ないね。めっちゃ叩いてるね。横から来てるのね。横からね。みんな回ってくればいいのにね。みんな回ってくればいいのにね。これ燃やし、無駄に燃やしておく。モロトフはね、結構もういくらでも作れるようになったんで、ガソリンさえあれば。うん。で、ガソリンとかね、あ、これも一応エンジンね。エンジン6発入れてありますけど、そこまで貴重じゃないからね。車分解すればいくらでも手に入るんで。うん。まあまあ、惜しげもなく使っていきますよ。はい。ただ、あっちともゾンビ来ないな。鳥がね、上から来たら嫌だなと思って、一応上も塞いであるんですけどね。うん、全然来ないな。びちゃびちゃ言ってるけど。ここは開いてんだよね。一応ね、あの、来た、あ、降りてった。あ、撃ってる。あ、一応ダメージ入ってるね。あ、でも頭には当たってなさげだけどな。ねえ、胴体に当たってるよね。胴体に当たってるな。このモッドはね、経験値入ってもわからないんで、ちょっとね、その辺が難点ですけどね。ここも一応落ちた人のために。いや、もうこっち投げたってもいいか別に。あいつだけなんか、あ、誰か入ってきたな。こう、倒れたところに上手に頭に当たれば死んでくれるんかな。あ、来たね。来ましたね、みんなね。あ、来た。待って、あそこに鳥がいるわ。ここに鳥がいるな。あ、鳥来た。あ、いて。どこ。鳥来ちゃった。どこ行った鳥。あ、いた。鳥だ。あ、警官来た。警官来たわ。ああ、みんな結構走るの早いね、皆さんね。あ、犬もいる。この辺投げた。この辺燃やしよっか。通り過ぎざまにみんな燃えてくれるように、これ。あ、警官はちょっと危ないよ。警官危ないね。警官燃えて。下で燃えて。そう、このモッドね、経験値入ったかどうかわかんないんだよね。うん。経験値がね、入ったかどうか表示が出ないからね。わからないんだけどね。それだけ難点かな。あ、ちなみにですね、いつもほら、あの、いつもね、あの、時間設定変えるんですけど、今回変えてません。今回変えてないんで、120分設定のままになってますね。うん。結構来るね。結構来るようになったね。ゾンビ。ねえ。こういうやつはなかなかあれかもしれないね。ねえ、結構ゾンビ来るようになったな。ワンコもいるけど。ねえ。どんどん燃やしていこう。どんどん燃やしていこう。まあ、なんか予想ではね、朝になる前に終わるんじゃないかと思ってるんだけど、ねえ、朝になる前に
終わるんじゃないかな。あ、なんかひび入ったね。すごいな、警官のゲロ。あ、すごい。なんかあいつ渡ってくるぞ、これ。で、死んでんのかどうか、経験値がさ、入った表示が出ないからわからないんだよね。ちゃんと死んでんのかどうか。まあ、ただ、モロトフは山ほどあるんで。モロトフ山ほどあるからね。鳥がいる。どうした？オッケー。鳥も来るようになったね、やっぱね。あいつ何？張ってるやつとかやっぱ来るね。ハイズリがね、ハイズリがいっぱい来ますね。この元四つん這いとハイズリが結構多いからね。四つん這い本当に多いよね。あいつ何やってんの、そこで。お前そこで何と戦ってんの、お前。何と戦ってたんだ、あいつは。どんどん燃えてください。どんどん燃えて。モロトフまだいっぱい持ってください、これね。あ、いっぱいあるよ、まだ。補充。モロトフ補充だ。もうだいぶ減った？まだ来るかな？いっぱい、全然たくさん来てもらっていいんだけどね。これ死体が燃えてんのかな？火が消えないけど。あそこになんかいる人が。燃えた？外も燃やしていく。あ、何お前ちょっと。君たち？ショットガンタレットは結構撃ってますね。結構撃ってんね、バコンバコンね。ただ倒せてないんじゃないか、やっぱり。ねえ、ショットガンタレット倒せてなさそうな気がするな。あ、すごいところにいるね、お前。そこ燃えないの？燃えて？ハイズ、ショットガンにやられてハイズってるわけではないのかな。レベル上がりましたね、44。はい。どんどんレベル上がってほしいんだけどね。まあ、レベル上がる意味があんまり、ね、レベル上げの重要性、このモッドはあんまりないではないんだけどね。スキルがもらえないからさ。ね、スキルもらえないからレベル上がっても、あんましね、そこまで重要ではないような気はするんだけど、でもゲームステージ上がればね、いいもん出るからね。どうですか？もうそろそろ終わりそうなんじゃないの？まだ終わらない？ショットガン、まだでも、まだいっぱい来るね。まだたくさん来るね、まだ。さすが2回目といったところでしょうか。ねえ、あ、死んだ。さすが2回目といったところですかね。こいつ元気だね。あ、痛い、やばい、自分燃えた。10、あいつ、こいつ元気だわ。燃えないの、お前。こいつ燃えないね。走ってこい。走ってこい、さっきのマーリーン、走ってこい。あ、まだ結構来るね。結構いらっしゃるね、まだね。いいな。これ結構いいですね、このね。これね。こっちまでたどり着けるやつはいなさそうだな。どうやら。やっぱモロトフはいつの時代になっても最強ですね。モロトフ強すぎるわ、やっぱり。そのうちなんかナーフされるかもしれないけどね。弱体化するかもしれないけどね。モロトフ強すぎんだろうっつってね。この、だから、火が燃え広がるモッドも、ある意味モロトフ封じといえばモロトフ封じなんだけどね。探索でモロトフ使えなくなっちゃうみたいな。ねえ。まあでもバケツ持ってれば消せるから、ねえ、封じるまではいかないか。ねえ。結構来るな、まだ。まだ結構来るね。もうそろそろ終わるかなと思ったんだけど。まあまあ、でもまだ日付変わってないからな。日付変わってないけど、これ60分設定だったら危ない。60分設定だったらもう変わってるよね、多分日付はね。はい、燃えてちょうだい。どんどん燃えてちゃう。これ奥の方にも投げちゃうかな。あ、死体に当たったか。死体に当たったわ。死体の数があんまりないね。やっぱ燃え尽きちゃう。仮装しちゃってるかな、仮装。そっち行ったら燃えるよ、君。そして燃えるってそっち行ったら。燃えるよ、それ。そっち行ったら燃えるよ。燃えるよ。燃えないのか。燃えないんかい。ちょっと人減ったかな。人減りましたかね。こいつで終わりじゃないのか。あ、違う。まだね、まだいるな。全然聞いた。あ、聞いてるね、でもね。聞いて減ってたね、今ね。
こいつね、スワットキャプテン。一応効くんだ、それなりに。ブーブーブーって言ってるけど、スワットなんかその辺に、うん、あ、なんか静かになったな。終わったか。まあまあ、でもまだまだだね。まだまだですね。うん。まだまだだわ。もうちょっと、もうちょっと来るでしょ。来るようになるでしょ。火が燃えてると貞子が来るかもしれないんで。あ、まあ、フェラルフォードじゃ来ないか。ブジョン。じゃじゃん。火消しちゃうか。あ、消えなかった。あ、消えた、OK。はーい。ということで、終了ですな、これ。終了。こう閉めたところで横が空いてるから多分、入ってくのは入ってくんだろうけどね。ちょっと確認しましょうか。何持ってんのか。何持ってますか。よいしょ。ぐちゅっと。ぐちゅっと。なんか持ってるもんは変わらんね、やっぱね。あんまりいいもんは持ってないな。強い敵がね、強い敵がやっぱいいもん持ってるんだけどね。誰が強い敵だったか分かんないよね、もうね。こうなったらね。こうなったら、誰が、強力なやつだったのか。もう分からん。ただの屍になってしまった。結構死体は消えちゃったのかな。あ、ヘルメット持ってた。ヘルメットだけはほんと出るんだよね。てか、防具はもうヘルメットしか出ないよね。ヘルメット以外の防具出ない。ヘルメットというか、頭につける用の防具以外は出ないよね、なんかね。もうちょっと、ああ、壊しちゃった。もうちょっといろいろ出てもいいのにね。だから、なんだっけ。クエスト報酬でもらうのがっていうか、もらうしかないんだろうね、多分ね。クエスト報酬で一応、なんとかアーマーバンドルとかさ、そういうのもらえるから、まあ、そこでなんか、装備固めていくしかないんでしょうね。結構使った弾。あ、結構使ってるね、なんかね。結構使ってるわ。へえ。はい、ということで、お前全然叩かれなかったね。ボブ。ボブちょっと、この辺とか、このモッド何も売れないんだよね、そういえば。この辺売れたらいいのにね。と思うんだけど、これも売れないでしょ。売れないね。全然売れないんだよね。じゃあ、ショットガンの弾回収しよっか、一応。もうこれはもう電源を切っておくので、電源切っておくことにして、うん。で、まあ、エンジンとかは別にそこまで重要じゃないけど、足が遅いな。これいらないね。分解しちゃうか。これ強いの？あ、こっちとか強いじゃん。やった。これに変えよう。着用。ヘルメットライト。あ、そっか。品質2なんだ、今のやつ。なるほどね。品質2をゲットしたぜ。ちょっと待って、あ、間違えた。これにヘルメットライトをつけたい。じゃん、OK。で、これは売れないんだよね。あ、だよね。売れないんだよね。何も売れないんだよな、本当に。なんか売らせてくれてもいいのにね。これは売れんの？旧紙幣、82円。あ、80、53じゃないんだ。紙幣価値上がってんのかな。ね、紙幣価値上がってるらしいよ。よっしゃ、OK。で、これ止めておこうか。はい、ということで、じゃあまあ今回この辺しときましょうか。まあまあ、明日でも死んでるんだ。まあ最初のというか2回目のフェラルフォード、まあこんな感じ、こんなもんですね。まあこんなもんでしょう。最初のうちはね、大したことないよね。めっちゃ死んでるな、この辺。めっちゃ死んでるけど、誰も何も持ってないじゃないか。サングラス。ろくなもん持っとないやないか、お前。ねえ。ああ、なんか、ほんと、ろくなもん持ってないな。本当に。なんだよ、それ。なんだよ、それ。ピアスはもう、ピアス大流行してるんだろうね、多分ね。めっちゃ流行ってるね、ピアスね。CD とかね。あ、この辺に。あ、これはもう、柵でやられちゃったのね。柵食らったんだろうな。この辺で、あ、もうだいぶなんか、でも、スパイクがだいぶなくなりましたね、なんかね。もっといっぱいあったのに。ねえ。これもいらないな。はい。じゃあ帰るか。帰りましょう。ということで、まあ今日はこの辺にしておきましょうか。まあ明日からまた探索
行きましょうかね。クエストをやっていきたいね。うん。品質6に上げてもいいしね。やっぱ品質6クラスのクエストに行かないと、いいもん取れないよね、なんかね。いいもん。ねえ。弾薬もさ、なんかしょぼいクエスト行ってると弾薬もちょこっとしか手に入らないから。あ、めっちゃ死んでるじゃん、ここ。なんで、あ、そうか、その、鉄条網で死んだの。あ、そうなの？こう、有刺鉄線で死んだのかな？ピストルだ。これはちょっといらないな。シェイバー結構持ってますね、みんなね。身だしなみに気をつけてる、気を使ってるんですかね。うん、あ、爆弾。こいつじゃあ、あれだな。おデブちゃんだな。おデブちゃんが爆発するのは、パイプ爆弾持ってるからって説があるね。ないですか。パイプ爆弾を持ってるから、それが爆発するんじゃないかっていう噂があるんですけどね。あ、ショットガンの弾持ってた。はい、ロボット。はい、そんな感じ？そんな感じかな。こっちの方からも来てたような気がするけど。あ、死んでるね、やっぱね。死んでる死んでる。ただ、ろくなもんじゃない。あ、いっぱい死んでる。いっぱい死んでるけど、大したもんも、大したもうちょっと、あ、結構死んでるね。結構死んでるぞ。結構、あ、こういうのだけもらってこう。おう。パイプ爆弾もね、拾ってばっかなんだけど、パイプ爆弾まだ作れないのかな？作ったことないけど、拾ってるばっかなんですけど、それでも結構溜まるね。なんかね、拾うだけでもね。まあ、使ってないからね。使わないからな。拾うだけ拾って。ねえ。パイプ爆弾も燃えちゃうからな。投げるとね。投げると燃えちゃうからな。うん、スカート。結構人死んでるな。結構予想外だね。こんなに死んでるとは思わなかった。ただやっぱり青とマイニングヘルメット。マイニングヘルメットは別にいらないけどね。ヘッドライトなんて1個あればいいからね。ねえ、予備にまあもう一個ぐらいあってもいいかなと。死んだ時のためにね。あ、これちょっと欲しいね。これ欲しいけど持てないじゃん。じゃんじゃん。これいらないよね。これ分解しようか。あ、ガラスとか、あ、間違えた。ガラスとかいらない。あ、これ食っちゃえばいいのか。これ食っちゃうか。はい。そんな感じ？あ、いいの持ってるし。いいの持って、ナースだったのかなあれ。ナースの死体だったのかな。もう死ぬとさ、みんな一緒になっちゃうからね。あ、弾持った。死ぬとみんな一緒になるからね、死骸はね。わからんよね、誰だったのかね。そんな感じ？そんな感じかな？うん。まあまあまあ、なんかいいもん、いいものは別にもう、いいものは別に拾ってないな。うん。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。明日からまたクエスト探索なんかいろいろ行きましょう。はい、大神さんでございました。またね。